こんにちは、ソラ RC のソラのパパです。よろしくお願いします。ソララジだ、あ、違った。こんにちは、ソララジのソラのパパです。よろしくお願いします。今回は DT03 ですね。こちらの足回りとかセッティング、どんな風にしたらよく走るようになるかな、皆さん多分公園なんかで走ってる時には気がつかないこともあるかと思うんですけど、なんかこう曲がっていくのがキュッキュッと曲がってくれないなっていう風に思う方いらっしゃると思うんですけど、それをどうやって解消していくかっていうのをご紹介したいと思います。もちろん私もプロではないので、そんなにレースができるほど速いかっていうとそんなことはないんですけど、サーキットを気持ちよく走るとか、お子さんと一緒に速いラジコン、よりこの DT03 を安い金額で快適なマシンにしていくかっていうのを私なりに煮詰めた結果がこれっていうのを皆さんにご紹介したいと思います。 DT03 がどんな風に走ってるのかっていうのを実際に相模原にあるサーキットのチャンプさんですね、こちらで走行してる動画だったりとか、砂浜で走行してる動画、公園で走行してる動画なんていうのが別の動画で上がってますので、ぜひこちらを見ていただければと思います。はい、ではまず順番にご説明していきます。はい、ボディですね、これマジックテープでくっついてます。ここですね、このボディピンをつけると、つけてもいいんですけど、いちいちボディピンって結構3つ4つめんどくさいんですよね。なのでここにマジックテープですね、こんな感じでくっつけてあげるだけで取れないです。サーキットの走行とかしても全然これで問題ないですし、ソラなんかはクラッシュを良くするので、まあ、補強なんかもこういう感じで入れてますけど、この上からはつけちゃっても塗装が剥がれたりとか全然しないので、これすごくおすすめです。このメッシュがあるとスレとかヨレとかに非常に強くなって、ラジコン始めた頃から使ってるボディなんですけど、全然今でも現役で大丈夫です。塗装なんかもそんなになんかこう落ちたりとか剥がれちゃったりとかそういうのはしてないかな、まあそれなりにはありますけど、でも全然大丈夫かなっていうレベルです。これはタミヤ製とかでもこういうメッシュシートあるんですけど、まあなんかこれぐらいのサイズで、こんな幅で、あの巻いた時にこれぐらいの大きさですね。でこれぐらいの幅、何メートルぐらいのかな、それだと500円とかなんですけど、1000円出すとなんかあのバームクーヘンぐらい、こんな大きいのがホームセンターで売ってますので、何倍入ってんだよみたいな量のやつが1000円ぐらいで売ってるので、まあそういうのを買ってきていただいて、これをラジコンやる方はよくシューグーとかを使うんですけど、歯磨き粉ぐらいのサイズで1500円ぐらいするんですよね。だけどあのダイソーの靴補修接着剤みたいなのがあるので、そんなのを使っていただくと特にそれで問題ないです。で1本 20g ぐらい入ってるので、1本あればボディ2枚ぐらいはこんな感じで補修することができます。これすごいおすすめです。脱着も楽になるし、こういう補強が入ってれば壊れないし、塗装も剥がれないし、補強としてはこれがすごくいいかなと思います。はい、この羽ですね、これ最初についてる羽と違います。最初についてた羽はもうこれもう壊れるもんだと思ってください。これから DT03 買う方、一生懸命ウィングとかの塗装もかっこよく綺麗にしていただくと思うんですけど、それはそれでいいと思います。ただ、ラジコンをしょっちゅう公園とかサーキットとか持って行って走らせると、ウィングは絶対に壊れます。ひっくり返ったら多分どっかこっか割れちゃうと思うんですよね。なので、これはいずれ交換することになりますが、このウィングに関しては、何回目だったかな、もう4、5枚買って、ます、なんですけど、1000円しないぐらい、600円とか700円とかで、新しいもの1枚買うことができますし、こういった交換用のウィングに変更しています。後ろのウィングはもちろん空気の力で、こういう空気の力でラジコンをギュッと地面に押し付ける効果がありますよね。でもこれ後ろだけじゃなくて、前にもこのウィングをつけてあげることで、もう少し前もギュッと地面に貼り付けさせてあげることが、普通はラジコンってあんまりここにウィングつける人いないんですけど、 DT03 に関しては二輪駆動で、しかもモーターが後ろの方にあるので、
前がこう浮きがちになるんですよね。ギューンと走った時にこうウィリーしますよね。で、そうすると後ろのタイヤはギュッとくっつくし、重さもあるので後ろのタイヤはよくくっつくんですけど、その代わり前がこうやって浮き気味になるので、ハンドル切っても曲がっていってくんないっていうことがよく起きます。なのでそれを解消するためにこのウィングをつけてます。速度域が速くなればなるほど効果が実感できるウィングですね。特にチャンプさんとかのサーキットで走ってると効果が実感できます。あるとないとでは、あ、違うなってパッとやってわかるぐらい差があります。もともとこのウィングってステーとかがついてないんですけど、見えるかな、ホームセンターとかでこういう L 字の金具ですね、それを少し曲げてネジでつけてます。このダンパーステーとショックマウントの間にこの金具を挟んで、浮いちゃった分に関してはこのシムっていうか、なんていうのかな、スペーサーを入れて調整しながらネジで締めて固定してます。私はこれ結構かっこいいなと思ってるんですけど、見た目のかっこよさだけじゃなくって走った上での効果っていうのも非常にありましたので、これすごいおすすめです。タミヤのウィングとセットでついてますので、これもちょっとぜひ興味のある方は試していただくといいかなと思います。これは速いスピード域で高速コーナーを曲がる時とかは非常によく効くんですけど、こうヘアピンカーブとかで風を特に受けるほどでもないスピード域でアクセルをオンにして曲がりたい、いよいよコーナーの脱出をしてより速く加速したいなんていう時にはこのウィングあんまり意味がないので、そうなってくるとこの重りですね、よりこの前のタイヤを地面に押し付ける効果を生むために前の方に重りを乗っけてます。で、これ賛否あると思うんですけど、本格的にこうレースをやりたいとか、もうこれで全国取ってやるんだとかと思う方は多分こういうやり方しないと思うんですけど、私の場合はもうアンチョコにタイヤとかにつける バランスウェイトとかをホームセンターとかオートバックスみたいなところでも売ってますし、買ってきて 50g 前に乗っけてます。この下に 15g、上に 20g で、ここに 15g ですね。もうより前なら前の方がいいです。もうギリギリ一番前のところに乗っけてます。を乗っけたことによってより前のタイヤの接地感っていうのが増して、低い速度域でアクセルをオンにした時でもギュンと曲がっていけるような、そういうバランスの方向に変わります。そんなんで変わるのって思う方いらっしゃると思うんですけど、なんなら 10g とかでも差がわかるぐらい変わります。公園とかすごい滑る路面で走ってる方は多分そんなにわかんないかな。でもアスファルトとかでギュンギュン走るっていう方はもうあからさまにこの効果がわかると思う。 50g ってすごい重いです。ラジコンやってる方、知識のある方だったらわかると思うんですけど、 50g ウェイト乗っけってあんまりないと思うんですよね。この前だけに 50g 乗っけるっていうのはあんまりないと思うんですけど、私の場合はまあこれぐらい乗っけてます。このウェイト自体もラジコンショップとかで買うんでも全然いいと思いますし、車屋さんオートバックスとかああいうとこに行ったらもう本当安い値段で100円200円とかで売ってますんで、まあ、こんなものを使っていただくといいかな。で、これが両面テープとかで貼っ付けてるだけなんですけど、まずは 15g とか 20g ぐらいから始めていただいて増やしていくの、ご自身が走る環境に合わせてこの重さを少し変えていただくといいかなと思います。はい、ギアですね。ここに入っているデファレンシャルギアなんですけど、これはボールデフを使ってます。最初 DT03 っていうのは組み入れた時にギアデフっていうのがついてます。これをボールデフっていうのに交換してるんですね。なんでそれをことをやるかっていうと、チャンプみたいな硬いクレー路面、グリップのするような土路面とかで走るとかっていう場合にはこのボールデフがないとギャップに弱くなっちゃうんですよね。ギャップっていうのはこの地面のデコボコに対してマシンが暴れちゃってうまく走っていかない、加速していかないとか、ちょっと強めのモーターを入れた時に中のギアを守ってくれるとか、そういう役割があります。これも入れた時にパッとやってうわっって思うぐらい差がありました。概要欄に
リンク貼っておきます。タミヤのボールデフですね。これは非常に効果がありましたので、サーキット走行なんかを見据えている方に関してはこれやっていただくとすごくいいです。公園とかで走らせるとか、特にサーキット行く予定がないよねとか、まあ、アスファルトとかでしか走らせないよねっていう方に関しては純正でついているギアデフ十分です。手入れとかもいらないですし、長持ちするかもしれないですし、非常にいいと思います。ちょっとサーキット行ってみたいなとか、より本格的にこの DT03 走らせたいなっていう方はボールデフがあるとものすごく走りがスムーズで、アクセルを入れた時のこう気持ちよさみたいなのがすごく出てくるので、これはすごいおすすめです。次にこのユニバーサルシャフトですね。ユニバーサル、これは最初ドックボーンって言って、樹脂製のこんな長さのタイヤを回すボッコがついてるんですけど、これとボールデフの組み合わせはものすごい効果がありました。やっぱりこれ正直このボールデフとユニバーサルジョイントっていうのは、これないとサーキット走行はもう厳しいなっていうぐらい効果があります。これですね、めちゃくちゃ効果があります。走りがやっぱりスムーズになるんですよね。どっちかっていうとこのボールデフよりもこっちのユニバーサルジョイントの方が効果があったかもしれない。これも概要欄にリンク入れておきますので、興味ある方は試してみていただきたい。はい、ちょっと今回は長い動画になっちゃってるんですけど、これから公園でお子さんと一緒に DT03 を使って遊びたいなとか、 DT03 使ってサキとも行ってみたいななんていう方にとっては多少なりとも参考になるかなと思いますので、ぜひご覧ください。皆さんが疑問に思うとこ、今度 DT 買うんだけどどういう風にしたらいいのかなとか、なんか、まあ、私でよければいろいろご質問にお答えしようかなと思いますので、分かんないことはぜひコメント欄でですね、質問いただければというふうに思います。この動画いいなと思いましたら、高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画です。はい、YouTuber